南西航空方面隊は航空自衛隊の航空方面隊の一つ。沖縄県那覇市の那覇基地に司令部を置く。主たる任務は沖縄南西諸島地域の防空。航空自衛隊にある4個ある航空方面隊の一つであり、航空総隊司令官の指揮を受ける。規模は他の航空方面隊より小さく1個戦闘航空団を主力とし、 その他に一個航空警戒管制団、一個校舎軍などで構成されている。防衛担当区域は沖縄、南西諸島地域であり、東シナ海、太平洋方面に対する擁撃などを行う。前身は沖縄返還を受けて1973年に編成された南西航空混成団であり、これは航空自衛隊唯一の航空混成団であった。 2010年代に入り、自衛隊の南西方面戦力強化に伴い、戦闘機部隊が倍増したことを受けて、平成29年度予算案に要求し、2017年7月1日、南西航空混成団から南西航空方面隊に昇格した。1987年12月9日、沖縄本島上空を領空侵犯した。 旧ソ連の偵察機ス1 6に対し、本混成団作戦指揮所の指示の下、第302飛行隊小族の F-4EJ 戦闘機が自衛隊史上初となる警告射撃を実施した。平成29年度防衛省、概算要求資料、航空自衛隊、7月1日に南西航空混成団を南西航空方面隊へ進編。フライティーム、 2017年7月2日閲覧。第071回国会内閣委員会、第22号昭和48年7月17日議事録、防衛省設置法等の一部を改正する法律、防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部の、施行期日を定める政令、航空方面対象格を受け、航空警戒管制団に改変防大24期、相当、 ありがとうございます。